占いとか人生で初めてレベルとかで種類を皆さんに言うね、種類差がつくってことはよほどのことなんだよね、で神に使ってる、使えてるのね、お願いします。じゃあ名前ってそれでよく書いてもらっていいですか。僕はあの占いとか人生で初めてレベルと思ってお手柔らかに。いつもお手柔別に加減とかないですよ。じゃあ両方見せて。はい。りょうさん自体は結構自分自身は持ってるけど、はい、ただ人に合わせます。自分の感情は出しません。ただ白黒はっきりはしてる。ほう。自分の中でね、ただ言わない方がいいとか、いいだろうと思ってるところがあるかな、はい、何を一番聞きたいです。答えれること答えるし、答えれなくても全く答えません。まあざっくりでいいんですけど、なんかこう将来というか未来とか、なんか例えば僕はもっとこうした方がいいとか、ちょっと聞いていい、はい、ご先祖さんの供養ちゃんとしてる、感謝持ってる。個人的にはそんなにそういうふうに思ったことをあんま信じてないというか。ないよね、はい、うん、そうだよね、はい、すっごい守ってもらってるんだけど、はい、供養は足りんって言われる、はい、実はすごいしてたんだけどね。あ、してました。うん、墓参りとかめちゃくちゃしました。なんかね、ある時を境に全くしなくなったって。でも確かにそうかもしれない。言ってるもん、はい、あの時可愛かったなって。ちっちゃい時は今はちょっと可愛くないなって、はい、言ってるかな。へ、そうなんですね。ちょっともう変な話になっちゃうんですけど、うん、なんか昔母方の家の方で、あのお稲荷さん、はい、の、 あの幽霊というか、あのキーばあちゃんについてたんですけど、うん、家のここ良くないからちゃんとしなさいとかいうのを言ってくれてたんですけど、うん、ある日を境に、なんかもう上に登るからみたいなことを言い出して、そこからぱったりなくなっちゃったんですけど、うん、そこから個人的なあれなんですけど、まあすごいお世話になって感謝をしてるんですけど、よくあのお稲荷さんの神社とかあるじゃないですか、はいはいはい、そういうのをちゃんとまあ挨拶とかしてなくいなくなっちゃったから、なんか逆にそういう場所行きづらいなと思って、なるべく人生の中で避けてはいるんですけど、ちなみに行きづらいと思ってごめんなさいって言ってください。行った方がいいんですか、うん、で呼ばれたとこだけ、呼ばれてないとこは行かなくていい。ああ、なるほど。神に上がったんだろうけど、守ってはくれてるんです、はい、うん、じゃあ別に拒否をしなくて、拒否をしなくて、自分がここちょっと行ってみたいなと思ったら、自分にとってあの本当に守り、その人守ってくれてるから、ありがとう、今までごめんなさい、気づかなくて、あの、ね、いつでも僕を助けてくださいと、僕もちゃんとしますんでって言ったら、ちゃんと力貸してくれるから。あ、それこそ東京に行くことになるって話をした時に、下関って山口県なんですけど、明治神宮かなんかに呼ばれてるから行ったら挨拶に行きなさいよって言われてたんで、ちょっと近くにいるから行こうと思って、行った時に本堂に近づくにつれてめちゃくちゃ体調悪くなって、で結局本堂についてしっかり挨拶もできないまま体調が悪すぎてそのまま帰っちゃったんですけど、それはなんでそういう風になったのかすごい気になる。ちなみにあのね、もう時期が来たから、あのまあ嫌だろうけど受け入れて、あの今まですいませんと。でお稲荷さん悪くないよね、はい、
って、よ見てると、その白いお稲荷さんが見えるのね。神に使ってる、使えてるのね。はい、よほどその白い人が作ってること、よほどのことなのね。めったにつかないの。はい、早く言ったら、野良狐とかじゃないから、はい、だからその人を味方につければいいんじゃないかな。ただちゃんと神の使い手だから、その明治神宮さんにも入れるし。なんで逆に明治神宮、僕そんな当時はそんなにそこがどんぐらい大きい場所とかも知らないし、うんね、知ってるところも分かんないし、なんでそこに呼ばれてたのかなっていうのは。え、神の使い手だから。あ、そういうことですか。あ、そう、そのお稲荷さんの時代は神の使い手だから、が呼んでたってことですか。そう、その僕はパワーに耐えきれずに逃げたって、気分が悪くなっちゃったってことですか。だって受け入れてしまわなきゃ。なんで逆に神の使いっていうのがこっちに来てくれたの。あなただからそれがついてくれた、うん、ラッキー。他の人だったらついてないと思う。ほんまに選んでる。あ、選ばれた、うん、だからそれに対して感謝。すげえ守ってもらってる。そう、守ってもらってる。で、一番多分いっぱい払いしてるのよ。ですよね。一番感謝もしないし、見向きもしないみたいな。そうそうそう、めっちゃ態度悪い。これだけやっとんのにみたいなことでしょ、多分。みんながみんな選ばれるわけじゃないのね。家系的なものもあるし、持って生まれたものもあるのね。君は持って生まれたものなの。あ、うん、だから受け入れるだけ。反発すればきついから。ありがとうございますって、どうか僕をね、楽しいお子に導いてくださいって、それだけで十分。じゃあ、行かんと、もっと考えられるんじゃない。それは東京来たの、家に挨拶行くの当たり前やからね、うん、このメンバーと今後もいても大丈夫です。大丈夫です。坂月って言ってうちのマネージャーがいるんですけど、はいはい、まあ、入った1年ぐらいなんです。彼は僕らと会ってるんですか。オーラとか、まあ、なんか雰囲気とかで大丈夫。最初はちょっと剣があったんだけど、ありましたね。今は丸くなったと思う。本来本あの何かな、警戒すごい強かったのね、はい、でやっていけるかなこいつらと思ってたと思うんですね。最初はもうどう接していいか分かんなかったから剣が使ってた。まさに正解です。そう、めちゃくちゃりょうちゃんと揉めました。めちゃくちゃ違うんですよ、なんか俺のこと舐めてて。じゃあ、それは今言ってた接し方が分かんないから。そう、どっちにくいって思ったのね。そう、うん、でも、まずケントから手出した方がいい。それも逆になんか、この今いろいろいるじゃないですか。はい、彼とかだと何色とか分かったりする。彼はね、そうだね、青だね。青って言っても、薄い青だね。それなんかどういった意味が、なんか意味を持ったりするんですか。安寧とかの意味かな。安寧とか落ち着く。落ち着いてるね。ブーちゃんずっと太ってるんですけど、痩せますか。いや、それ本人の意味。ずっと分からない。心配だから、どうするね。それをね、多分食べ物とかが関係してるみたいだから、食べ物をちょっとカロリーを少なくして、ね、それは吉野さんじゃなくて美味しい美味しいって食べるのは分かるけど、なんかその腹8分目以上食べてるみたいだよね。そうですね、腹すいたら13ぐらいだと、ね、腹7分目で抑えてください。7分目、あの基準に13。だからちょっとお腹すると小腹すいてるなと思っても、そこでよく噛んで、うん、食べること。分かった、アズちゃん。初めて聞いたみたいな顔してるけど、努力次第だから、それはもう霊視関係ないわ。水色だからちょっと痩せれるとかじゃない。